はい、こんばんは、山城と申します。さあ、やっとこさ、ちょっと仮眠とってね、次に備えてきたわけでございますけど、まあ、しかしあるところ一段落してね、7時までに上げたと思いますけど、これ、まあ、出来次第上げてきます。ここからはね、順次、今日中に、なんとか日曜日中にね、まあ、チラシが出てなかったところでね、主要とちょっと目されるところをね、ちょっと思いつくところをね、ぼちぼちと語っていこうかなと思います。推察ですね、ここからは。で、今回はね、まずスーパーサンシさん、やっていきたいと思います。正直、スーパーサンシさんはもう大々的に広告とか入るんだろうなと思ってたんで、あれ、でも例年入ってないのかな？今の段階で今日24日？あ、じゃない、今日22日、なんですけど、日曜日ですね。まだ広告が、配布用、するようなやつとかね、なかったんですよね。店頭には、チラチラっと、ポップが出とって、なんかやっぱ飛騨牛の、太巻きとかやるらしいですよ。やっぱ飛騨牛やるんや、って思いながら、例年ありますもんね。とかっていう感じで、やるんですけど、本当に予約受付はそんなやってないのかな。もうやっぱ当日販売に、割り切ってる感もあります。なんて言ったってアイテム数がすごいんですよ。もうとにかくね、スーパーサンシさんがすごいのはアイテム数。圧倒的ですからね。海鮮だけでも、多分15種類ぐらいは出ますよね、あそこ。極海鮮みたいなやつ、すっごい海鮮巻きから、なんかマグロも、なんか本マグロの大トロ使ったようなやつとか、ドカッとあったりとか、で、他にも組み合わせ巻きみたいなのもあって、で、サーモン巻きがあって、ほぼほぼ太巻きにできるものすべて太巻きにするような感じでね、やってますんでね。で、中巻きとかもわーっと出て、で、それがハーフサイズとかもバーっと、メンチを変えて、もう、水産のね、寿司売り場のところがもう一面もう本当に、寿司売り場だけじゃなくて、あっちの、お刺身売り場までね、バーっと広がって、円環コーナーの隅っこにちょろっとだけ刺身が置かれるというようなね、感じに、なんか、例年になってるんですよね。それぐらいもうとにかく圧倒的なボリューム。で、これとは別で、惣菜コーナーには惣菜コーナーで、また太巻きのもうコーナーがドーンと、普段弁当売ってるところから、フライ物とか売ってるところまで全部ね、もう、お寿司、太巻きに変わって、こっちの方はヒレカツ巻きとか、エビカツ巻きとか、カツ巻きから、まあ、惣菜系の巻き物がすごく多くなって、オーソドックスな恵方巻きも確かこっちの方にあったはずです。っていう感じで、こっちの方はこっちの方ですごいアイテムとかね、そのカツ巻きもね、本当にいろんな種類が出るんですよ。ですんで。で、なんか、ソースのやつと、なんか別のやつとかもあったっけな。なんかもう本当にね、もうありとあらゆる、やつで、合計アイテム数が、データ、メモ控えとけばよかったんですけどね、確か去年行ったんですよ。去年どこだったっけな、大洗の店舗行ったんだったっけな。ですからちょっと小規模店ではあったんですけど、でもね、アイテム数が26か27あったんですよね。そのハーフとかそういうのも全部、ひっくるめてね、ひっくるめてっていうのは、ハーフは別っていう感じでね、カウントしていったら、28、30近く確かあった。んですよね。ですから、もうやっぱ圧倒的なボリューム数。で、ドーンと行くっていうところがありますんで。で、まあ、やっぱりお寿司、定評があるところですからね。三枝さんといえば。っていうところがね、そのあたりとかがどうなっていくのかなってところなんですけど。まあ、直近で、もしかしたら当日、前日ぐらいになったら、わーっと広告が打たれるかもしれないので、電子広告の方はちょっと、逐次、チェックを入れてですね、見ていこうと思います。あとは、いや、まるまる店に、あったよとか、情報あったよという方で、ね、教えていただければ助かります、というところですね。まあ、何せ、前回は何だったっけな、データあるかな？取ってあるかな、去年の2月3日。あった。こんな感じで、自分が買ったのはこれですね。大鉢マグロと三崎マグロ叩きっていうことで。三崎マグロっていうと、静岡でしたっけ？三崎マグロ、静岡？あっちの方ですね。太平洋さんの方ですね。ということで、これが1383円でありましたよと。もっとね、ハイエンドのやつとかもずらーっとあるんですよ。やっぱマグロが好きなんでね、マグロのやつにしましたけど、これでこだわり太巻きって
ありましたよってことで。やっぱ、そうですね。大課題行ってましたね。去年は。って感じでございますね。なるほど。こんな感じでね、ドンと、ザッと感じですよね。もう、マグロのセットだったんで、まあ、マグロが好きなんでね、まあ、これにしようって言って買いましたけど、他にももうこんな感じでいろんなね、やってた、マグロとサーモンとかもあったから、マグロイカとかね、本当にね、もう、ありとあらゆる太巻きが出るんで、アンチさんはやっぱし、広告は出てないですけど、間違いなく台風の目、北中西地域ではね、恵方巻きといえば三種っていう方も多いんじゃないでしょうか。っていうところですね。まあ、もともと水産寿司とかね、水産が力入ってますからね、三種さんは、このあたりでも特に、っていうところですね。愛知とかだとね、生鮮館エプロンってあるじゃないですか。エプロンに近い形態ってエプロンの方が、まあ、尖ってるんですよね。今どうなんだろうね。うちが行っとった頃っていうと、もう、本当に原体をもう、ドザザザーって、発砲するようになって、最近スーパーサンシャインあまりそういう販売の仕方減りましたけど、昔は結構あってありましたね、スーパーサンシャインも。エプロンはね、今でも結構原体をドザザーって置いといて、魚屋さんがおって、はい、言ってくれた、その場でパッとやりますんでね、調理しますんでね、はい、いつでも言ってください、欲しいなものどうぞっていう、ほぼほぼなんか対面の本当に魚屋さんみたいなコーナーでやるんですよ。八百屋とかも結構近いような形態でね、ほぼ原体売りみたいなのが多いところなんでね、あそこはあそこで一体どういう戦略なのかなっていうのはね、まあ、後々ちょっと余裕ができたら、とりあえずもう、毎日更新するような動画も全然、編集できてないからね、やばいやばいやばいって言ってね、今ね、何日？ 22日でしょ。久しぶりにね、喫緊まで迫ってるんですよ。2月の9日までしか作ってないもんな。久しぶりに2週間分ぐらいしかないですもんね。やばいやばいやばいとかで、急いで取ってやらないといけないですけど。まあ、2週間って言ったら14本ストックあるから多い方っちゃ多い方なのかもしれんけどね。っていう感じです。まあ、とりあえずこんな感じ。あ、見えちゃいけないもの。いいや。ちょっと、見せられない、一応見せられないような映像があったんで、ね、多分会社のメモだと思うんだけど。なんだろうな。全く、もう、ただその数字書いてあっただけだから、まあ、別に何かなあれって、わかるやつでもない感じでしたけど、まあ一応隠しとこう。っていうことでね、まあ、こんな感じのやつがありますよ、ということでございました。まあ、サンスタンもこんな感じですよ、ということでございますね。まあ、チラシとか見てもね、もうそう、全然まだないのよね。店頭でちょろちょろっと、ちょろちょろっていうか、まあ、それなりに目立つところに、こんな恵方巻き出ますよ、みたいなので、いろんなバリエーションでとか、わーっと出てましたけど、本当にもう、とにかくキングオブバリエーションなんで、この前ね、どこだったっけ？山彦さんがね、予約の段階で19種類、19アイテム揃えておいてね、しかも、いわゆる、一つしか被りなし、でね、いわゆるハーフサイズでっていうバージョンで、1個あるのが1個だけで。あとは、ですが、18種類全部バラのね、ラインナップになっとって、今のところダントツでラインナップ多いなっていう話をしてましたけど、でも山彦さんも当日またハーフのセットとかは別で作って当日販売のみでやりましょうっていうことなんで、例の口コそっちとっかでやってるのかなっていう感じがしますね。まあもしかしたら、好きなね、やつ、こういう、この店頭に行ってね、いろいろとバーッと出てるんで、こんな太巻き出ますよって。もしかしたら、言っといたら、予約できるのかもしれませんもんで、ちょっと、気になる方はね、最寄りのサービスカウンターで聞いてもらったらいいのかなっていうところかなっていうところです。まあ、詳しく、ご存知の方いたら、またコメント欄とかで教えてもらったら、嬉しいなというところでございます。こんな感じでね、スーパー三種のね、一応、チラシ情報とかもチェックしながらね、やってますんで、まあ、そのあたりとかもね、いろいろと見ながら、やっていきたいなと思っておりますというところでございますね。とりあえず、三種さんこんなもんかな。まあ、とにかく、やっぱし、圧倒的なボリュームでいくのは、まあ、今年も間違いないと思うんで、価格帯とかどうなってるのかね、なるべく今年のうちにデータ取って、また来年以降にね、つなげれるようにデータを取っていきたいなと思っておりますのでね、そのあたりも、なるべくちょっと見ていきたいと思います。ということで、まあ、これな感じかな。よいしょ。
ということでね、まあ、今回はこれぐらい締めさせてもらって、あとどこだ、金末さん、ラムーさんと、あとあそこ、スーパーの青木、あ、スーパーじゃなくて、薬の青木ね、このあたりはちょっとチェック入れとこうかと思うんで、じゃっと上げていきます。よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。